はーい、諸君。それではね、何かを探しています。中学2年生の理科なんですが、実はですね、1年生の復習を今日は入れました。1年生の復習ちょっと確認してください。火星岩という岩石の話でございます。で、火星岩の、に対応してですね、火星岩ってマグマからできたね、地球の中のマグマドフヤーというマグマからできた、岩石なんです。火山による岩石なのね。ところがこれに対応して何かっていうと、実際には、前に勉強したもので、堆積岩っていうのがあった、堆積岩っていうのは山からね、川に流れてきて、皆さんね、コロ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 ね、川によってね流れてきて、そして海に溜まった。で、これは粒の大きさによってね、礫岩とか砂岩とか泥岩とかって分けられたんですね。これが堆積岩というものだった。ところが今回は火成岩といって、マグマによって作られるこんな岩石なんです。で、それが実は2つに分かれて、ちょっと名前が似とるのでね、これ気をつけてね、こいつは火山岩、火山岩ですね。火山岩と言うんです。火山岩、そして深成岩と言います。で、深成岩って何ですかっていうと、まあ、深くなった岩って書いてありますので、地下深くでゆっくり固まってできたんですか。地下深くなんです。地下、深くでゆっくり冷えて固まったんです。固まったんですね。そしてできたもの、岩石を深成岩と言います。そしてそれを、拡大してみますと、こんな組織になってて、それぞれが結晶になって鉱物になってるものでございます。これを等粒状組織と言います。等粒状組織というんですね。さあ、そして火山岩、対して火山岩は、これは地表、この地表、あるいは地表近く、地表近くで急に冷えたんですよ。それは地表の方だからね、急に冷えちゃいます。急に冷えて固まってできたんです。固まったんです。だから急に冷えちゃったから、もうびっくりしちゃって鉱物になれなかったやつらがいる。もう幸いにも鉱物になったやつがこんな点々となって、これが反照という名前になった。反照の反という字、気をつけてね。これはまあ、まだらって字だ。まだら模様のまだらって字なんですが、読み方は反照ね。反照と読みます。そして、ベースになっている。これは、鉱物になれなかった急なことで、言っといて最初にっていうね、わって固まっちゃったもので、こいつを石器というわけですね。で、まあ、幸いにもね、鉱物になれた、結晶になれたようなのが反照と言います。まだら模様のね、結晶というような意味ですね。で、これをね、反照の反を取って、まだら模様状の組織と言って、反状組織と言います。反状組織というのでございます。もう一回ちょっとここだけ確認します。等粒状組織というのは、深成岩はゆっくり冷えて固まったから、しっかり皆さんが結晶、鉱物になれて、等粒状組織というのを作ります。そして、急に冷えちゃったものの火山岩は、反照を持つ反状組織というものを作るんですね。さあ、そしてだ。で、もう一つ覚えなくちゃいけないのは、その岩石名を3つずつ6個覚えてほしいのよ。さあ、深成岩にはどんな岩石の名前があるか。まあ、実際にはこれひらがなだったり、カタカナだったり、漢字だったりするんだけど、今日はカタカナだけで一回音だけ覚えてくれっていうので、音を覚えます。まずは花崗岩。これはちょっとメジャー。名前が有名。花崗岩、戦力岩。花崗岩、戦力岩。反礼岩。花崗戦力反礼って覚えてください。そしてこちら火山岩、流紋岩。
安山岩がメジャーかな。そして玄武岩、龍門、安山、玄武っていうふうに覚えてください。と言ったってこんなの先生覚えられるわけねえよって。そりゃそうですよね。なのでまあ昭和チックな、先生がジジイなので昭和チックな覚え方を教えちゃいましょうね。下降戦力判例、はい、学校の戦力、先生はハンサムだ。まあ学校の先生が作ったんでしょうねこれね。学校の先生はハンサム、下降戦力判例ね。そして留年、あ、もしかするとね9月とかになると留年とかあるんですか。いやどうなんでしょう。留年したアンちゃん、アンちゃんヤンキーですね。留年したアンちゃんはだから元気だ、ね。留年したアンちゃんは元気だ。龍門、安山、玄武、ね、下降戦力判例、下降の先生はハンさんだってどうかな。留年したアンちゃんは元気だ、ね、ヤンキーだぜこのアンちゃん、つー、ね。留年したアンちゃんは元気だ。でこの順番実はねこれマジですけど、なぜ必要かっていうとこれねやっぱり色、花崗岩が一番白っぽいんですよ、つまり無色鉱物ね、こいつね、よく含むんですね、石英、長石、無色鉱物ね、よく含む。それで龍門岩がやっぱり白っぽいです。で玄武岩が一番黒っぽいですね。そして判例岩が一番黒っぽいというので龍門、安山、玄武、加工戦力判例、ぜひ覚えてちょうだい、ね。もう一回だけいきます。はい、火星岩は新生岩と火山岩に分かれてます。はい、新生岩は地下深くでゆっくり冷えて固まりました。闘竜状組織というのを持ってますね。はい、火山岩は地表近くで急に冷えて固まりましたよ。だから反照と石器というのを持ってて反状組織というんです。はい、加工戦力判例、龍門、安山、玄武と覚えてちょうだい。学校の先生はハンサムだ。留年したあんちゃんは元気だ。